今朝から広島駅前に登場し、通勤客の注目の的になっているのがこちら。幅10メートルにも及ぶ大きな看板です。バレーボールの日本代表の選手たちが並んでいます。県バレーボール協会などが企画した大型看板は、明日開幕するワールドカップバレー2023に広島からもエールを送ろうと設置されたものです。世界的な名セッターだった広島出身の故根子田勝利さんの足跡や、古くからバレーボールが盛んだった広島の歴史などを紹介しています。今回の大会はパリオリンピックの出場権をかけた予選にもあたり、男女それぞれ世界3カ国で同時開催。そのうち日本には男女8カ国ずつが集結し、上位2カ国がパリオリンピックの切符を手にします。石川選手はうちの娘と同い年なんで、かっこよく決めてほしいなっていうのはあります。勝ってほしいよね、やる以上はね。一杯飲みながらバレー見てるとええね。およそ1ヶ月に及ぶ男女の日本代表戦全14試合の熱戦の模様は TSS で生中継でお伝えします。